憧れのアーリー雨宮の FD の座を仕留めました。この末永雅夫都合でポイントを取ってシード選手ゼッケン11番末永雅夫の1本目。おそっさあ豪快に角度あるつなげて振った、これはスピンだ。おお持ってった。すごいな、これはスピンだというのを持ってった。これはね、俺点数本当はないんだけど、はい、95入れる。すごい。車的にはあそこの角度まで行ってスピンしないからものすごいですね。もうね、末永だからアスパラドニック飲んじゃう。はい、あ、行っちゃってください。一番シードに近い男、今日は乗ってるぞこの男。ものすごい角度だ。角度をつけた。ニコーナーうまい。ニコーナーうまい。これは神本。決めました一本で。決めましたね。平岡秀夫 AE86 としてのもうほとんど限界ギリギリのドリフトだ。これもアウトライン来た。これも平岡らしい突っ込みだ。いいですね。皆さん、どんどん自殺行為の飛び込みです。あ、さあ降りてきたのがこの男、やはり恵比寿を得意とする福田博史。踏んでこい踏んでこい、バリバリだ、はい、そしてアウトラインだ。ストレートからの振り出しがちょっとだけリズム遅れましたね。一時期はこの上を86を自由自在に操っていた、ものすごいその角度で入ってきた、その走りが非常に人気はあった。しかし今年はなぜだかまだ走りが不調だ。打ってきた、今度は来た。さあアウトいっぱいから角度は、これはダメだ、行き過ぎたスピン、気負いすぎだね。はい、さあ吉岡、さあ吉岡俊樹どうだ。まずこっからの踏みと、そして飛び込み、来た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 、あー、あの見てる位置が全然違うんですよ。本来はクリップを見なきゃいけないんですけど、なぜ外を見るか。外見ちゃダメ。ああいう目線だと大抵失敗しますよ。トタリ乗り継ぐ360馬力のこのローレル、まず俺とお前、はい、俺とオリドにお前、グッドイヤーのキーホルダーあげやがったよ。あげやがったってもらったんじゃないですか。いいじゃないですかそれだったら、まあ、さあどうだ、あーちょっと奥目だ、あフルポイントが遅すぎた、これは失敗。いいね、あの学ぶ、はい、ドリテン編集長、あのなんか銃構えてるみたいな。いいですね、あの待ち時間の間、銃を構えてるような、毎回ですね、いろんなコーナーやってくれる、はい、あの楽しみなんですね、僕もね。ね、本当にね、川崎編集長ね、今日の溶接は、はい、はい、ジグジグいきます。さあ、さあ続けて帝王小口よしのり、このエビスターキット、おいおいおい、早いよ早いよ早いよ、どうだ、出たアウト、フォースアウト、痛い痛い痛いよ、痛いっつの、やってくれた帝王小口。おお、時田、さあそして時田のソアラだ、千葉運動大スター、この男がどのような走りを見せるか。さあラインをきれいに乗っけてくる、ラインに乗せてますね、うまいよ。これは本当に20年前以上の車なんでしょうか。オリドに次ぐ千葉の大スターだよ、千葉のスター、ゼッケン29番の瀬崎誠ということになります。瀬崎も久しぶりじゃないですか。いや残りましたね瀬崎ね、400オーバーしている 5S1 号瀬崎誠。さあどうでしょう、ちょっと合わせて、これはいいんだよ、ここはいい、飛び込みは非常にいい角度、飛び込みの角度はいいんですよね。ここはいい、ここはいい、持っていき方も悪くないですよね、悪くないよ。 S1 号大久保幸信、さあどのような走りを見せるでしょうか。つなげるか、つなげるか、おお、つなげた、投げてきた大久保、さあ飛び込んで飛び込んで、この角度で、この角度で持っていけるのか、持っていけるのか、持ってくかよ、ものすごい状態で持ってった、これはいいですね、今のいいよ。続けては林さん、さあ本命飛んできた、このスピード、いや相当速いですよこれ、これでいけんのか、これでいけんのか、持ってった、うまい、アクセルも戻してないんですよ、ちゃんと左足で車速をコントロールしながら、林渡るには拍手でしょう。いや、あの本当速い、99RB26 を打ちました。400馬力以上のこの走りが、さあ速いスピードで入ってきた、いい角度を持って、そしてアウトしました。これはちょっとシフトダウンをちょっとミスしました。いや泉田に戻っちゃった、よしと。さあ続けて春山隆、残すところあと1本、ピンチに立たされた春山、踏んできた、つなげた、これで持っていけるか、これが3本目に決める春山の走りだ、これは持ってた春山、これはうまい。続けて同じくベテランです、36番の前田健 AE86、 玉金玉金、さあターボ86がどのような走りを見せますか。そして審査員席前飛び込んできた、お悪くない、2コーナーから3コーナー、悪くない、ここ、別に悪くはないんですけどね、人物像は非常にかっこ悪いんですが走りはかっこいいんです。まずは中澤の1本目です、スーッと入ってきて、あ、戻した、あ、これはおかしい、これはおかしい、
これは中澤車がトラブルだ。これは中澤、はい、壊れた。これは多分ミッションか、ミッションかエンジンか。ダメですね。残念ながら中澤はトラブルでリタイアということになるんでしょうか。降りてきた日比野哲也の NA86 が本当に元気だ。危ない危ない危ない。壁いっぱい。これがステミノ、ステミノドリフト。これが我々見たかった、かっこいい、かっこいい。これが土屋さん、もしかしたらこれがシードにない走りかもしれない。理屈、ね、抜きに、はい、もうね、何も文句ない、かっこいい。ああ2コーナーなんか全然関係ない。オーバーランしてんだけど99点。いやいや驚いた。日比野哲也ゼッケン64番なんです。ゼッケン68番野沢匠の380馬力のこのエース14アウトいっぱいから、これをコントロールしてった。いいよいいよいいよ。さあクリップが前、クリップが来ました。ハイフロータービン300馬力仕様のこのマシン、ゼッケン79番の高山健二の早い、これは踏んできました。アウトいっぱいから飛んできた。さあちょっとオーバーランだな。これはオーバーランです。これはオーバーランだな。オレンジカラーのこの男、フォードはセダン系の派手な走り踏んできました。斉藤としては目いっぱい踏んできた。さあアウト、目いっぱいの状態からコントロールした。戻った、オーバーラン戻った。しかし攻めてきた。今すごい結構最初の出はね踏んできたんですけどね。さあ続けて堀野陣です、はい、FC3S 堀野のラストはどうだ。おー繋げた、踏みっぱできた、踏みっぱできた、繋げてきた。アウト、スピンです。コースアウト、スピン。89番堀野陣、それでも攻めてきた。1回戦すべて終了いたしまして、ベスト16が決まりました。では土屋さんの方から発表をお願いいたします。第1位野村健100点。お野村健ベスト16。第2位日比野哲也99.5点。なんと日比野哲也。第3位林渉99点。なんと林渉上位ベスト16。第4位三木隆二。第5位風間康幸。第6位谷口信輝。第7位熊久保信重。第8位今村陽一。ラードの塊油、油、油男、油み、油男上がりました。こっからはもう折戸さん走れません。あ、もう無理です。97.5点だから無理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 。ボーダーラインが 97.8 点。折戸さんじゃミキとかね風間とかにぶっ殺されちゃいますからね。やばいね。